ラガトイは、イタリア共和国ベネト州、ベッルーの県にある、ファネス山階の山である、コルティーナ・ダンペッツォの西約1 0トルに位置する、標高2万8 3 5 7ル。北に海港がある馬蹄系の稜線を持ち、南側は、急春長け、稜線の内側は、北向きの緩い斜面になっている。南端の崖下は、ファルツアレゴトンへ、西側の谷は、 バルパローラ峠である。ファルツァレゴ峠からのロープウェイ乗り場の西にラガツオイ、小屋があり、その北西にある2778メートルのピークはピッコロラガツオイと呼ばれる。標高が最も高いのは山の東の円にあるラガツオイスットである。この岩峰の北に並ぶラガツオイデメッツォ、ラガツオイノルドを合わせてグランデラガツオイと呼ばれる。オーストリア軍人地の縦岩と、 期間中第一次大戦中、オーストリア軍は、ピッコロ・ラガツイから、グランデ・ラガツイに至る、崖の上から、コルティーナ・ダンペッツォとファルツァーレゴ峠をつなぐ道を、制していた。この道は、イタリア軍のチンクエとリエの補給路である。イタリア軍は、崖の途中のマルティーニ・岩棚に拠点を置いて対抗し、オーストリア軍は、イタリア軍を、岩棚から排除しようとした。岩棚なは、 イタリア軍の越冬レマルティーに少佐にちなむ。最初、オーストリア軍は、ロールボンベンと呼ぶ、中鉄製の弾に火薬を詰めた爆弾を落として、イタリア軍陣地を表面から攻撃した。1916年7月からは、イタリア軍陣地に向かうトンネルを掘り始める。イタリア軍も対抗して、トンネルを掘り、行動戦になった。1917年5月22日22時。 オーストリア軍は24トンの火薬により幅140メートル高さ200メートルの岩を破壊した。この爆発により岩棚の拠点にいたイタリア軍兵士のほとんどが犠牲になった。ありがとうございます。